はい、皆さんこんにちは。榊敦史です。日曜日のね、まったりとした午後でございますね。足りないのはやっぱし日照ですね。薄日が当たってほしいですね。薄日が当たって生きてね、こう眠たくなると、ああまったりしてるわっていう感じになる気持ちいいの。ちょっとね、ちょっと足りませんね。でもね、暑いよりいいですよ、こっちの今の方が。あの扇風機かけんでいいですね。で、あの窓開けなくていいからね、あの風が入ってこないですね。風入ってきたら、あのボー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 してこのマイクに音が入る、雑音が多いとかってあのコメントでも僕言われるんですけど、すみません、雑音多いで聞きにくかったら、あの見なくていいですから別に。頼んでませんから私、まだまだほんまに。あの見たくない人は見なくていいんでしょ、全然。聞きたくない人は聞かなくてもいいし、なんでわざわざ文句言うような YouTube 動画見てんやろうと思って、不思議でしゃあないんですけど。さて、ポストセブン見てましたね。ポストセブン、もうすぐ僕の原稿出ますよ。今週出るんかな、よう知らんけど、また書けって言われるのほんまに。何書こうかしらって、いいんですけど、こんなん見つけましたですね。6月14日の朝の7時、その綾子氏、コロナ社会でも世間と同調するのは美しくないって。まあね、僕ね、その綾子さん好きですよ。書いてはることがね、素晴らしいというか、素晴らしいということでもないんですけど、まあその通りやんという、要は私と考え方が似ているんですね。僭越ながら、非常に僭越ながらですね。まあこの方ですね、その、どう言いましょうかね、世間が、こうやこうやこうやと言ってても、それがこうやとは限らへんでということを書いてて、まあまあ要は簡単には世間に同調しないわけですね。生き方が素晴らしいと思いますし、大いに私はあのシンパシーちゃうな、そうやって偉そうですね、なんやろ、同意、同感、共感ですね、共感しますね。はい、免疫はつくから納豆なんか食べへんでって、いや、まあ納豆なんか毎日食べてんでって書いてあるんですけどね。夫が今生きていたとしても、夫さんって三浦志門さんですね。僕らの昭和世代は知ってますけど、コロナだから外出するなとは決して言わなかったでしょう。人間には一人一人の義務があると常々口にしていましたから、仮にペストが蔓延していたとしても、本当に必要とあらばその地へ行けという考えでした。まあまあそうですね。でこの方がですね、三浦が亡くなった直後にも同じようなことがありました。見とった5日後に私はオペラに出かけました。なんて不謹慎だと、眉を潜める人がいるかもしれませんが、三浦は君がオペラに行くのをやめたって僕が生き返るわけじゃないというような人でした。もうね、素晴らしいですね、その発想は。僕もそう思います。世間と同調しながら生きる姿は美しくない。美しさとは私の中にある選択が生きている場合です。例えば私がお客様からモナカをいただいたとします。モナカは皮がパリパリのうちに食べた方が美味しい世の中の常識なるものに同調すれば、いただき物はお客様がお帰りになるまで横にしておく、横に置いておくべきなのでしょうが、私は一番いい時にいただくのがいいと思うのです。だからいただいた時にその場で開けることもあります。そして家のものにも食べてほしいから、会話の途中で中座してでも私に行く。私が思う良きことをする、これが美しいということだと私は思っているんです。世間の風潮に同調して人からよく思われたいと行動することは、私にとっては美しくない生き方です。しっかりされますね、ほんまにね。80いくつの、88歳ぐらいですか。大したもんやと思いますわ。世間を気にしてばっかしいる人いますよね。例えば SNS でね、いいねをぎょうさんもらったから嬉しいとかって。それは確かにね、少ないよりもぎょうさんもらった方がいいんでしょうけども、その数が、どれほどの意味があるんかいなということですよね。多くの人に受けたからといって、それが素晴らしいことかなのかっていう、まあどうでもええやんと僕なんか思いますけど、私小さい頃にね、小学校ぐらいの時に一番社会に適合してなかったんですよ。だってこんなんがそのまま小学生なんですよ、ほんまに。
みんな集まれって言われても、なんで、いや集まらなあかんのみたいな。体育せえって言われても嫌やん俺って。ここに並べーって言われても嫌やん、そんな行きとないわって。あの和を乱す人間なんですね、それがね。なんやかんやーってこう連れてかれようとしたら、それ暴力やーって学校教育の第11条に違反してんでーとかっていうガキだったんですね。嫌でしょ先生やってんの。いや僕の先生苦労しはったと思いますよ。時々殴られますしね、僕にバーンって殴ったりしますから。それで殴り返されたら、あれや暴力やーってどっちが暴力振るってんねんみたいな。まあね、そういうガキですから、全くこう同調せずにですね、まあ先生方苦労したと思うんですけど、まあ僕からしたらね、なんでこんなアホな おっさんおばはんに言うこと聞かなあかんねんと思ってるわけですよね。もうしゃあないやんと、向こうからしたらしゃあないやんと思うけど。でよく言われたのがね、他の子と一緒のことがなんでできないんですかって言って、でも僕は心の中でも思ってましたよ、他の子と一緒のことなんでやらなあかんのって、そこにどういう意味があんのって。嫌なガキでしょ。中学ぐらいに入るとね、やっぱりまあそういう仕組みが分かってきてね、まあまあしゃあないな、あしとかなかんねんと、波風立てていいことはないなというふうに分かってきたわけですよ。もう小学校の時は散々それでどやらい目に遭わされましたからね。ほんまに。まあまあ普通にしとこうと思って、学校も変わりましてね、メンバー変わったんで、まあ私優等生のふりしてましたけど、まあね、でも結局ね、中身変わってないわけですよね、大人になっても。だから会社にもね、うまいことねハマりませんしね、まあハマってるふりしますよ、ハマってるふりなんて得意ですけど、でも結局心の中がハマりませんからね、その他の人と同じことをする、世間に同調するということに関してそういう機能がついてないんですよ私にはね。もう生まれた時から多分ついてないんでしょうね。まあそれを強制できればよかったんですけど、強制したらそんな面白い人間にならへんでしょう。まあ今が面白いとは言いませんけども、まあ世間とはちょっとちゃう人間ではあると思ってるんですね私もね、自分が。だから世間と同じ人間ってしょうもないや。一番しょうもないや。マンションでもそうでしょ、他の人が買うてるから買うっていう、日本人の大半は。このマンション人気ですよって安心するんですよね。あ、まあしょうもないなと思いながら。まあね、他の人が買ってるからね、そう悪いもんじゃないだろうという発想はねあるかも分かりませんけどね、だから買うっていうのはなんともつまらん選び方ですよね。人気があるからとかね。もう人の価値観で生きてる人間は大体まあそうなりますよね。だからタワーマンションに住みたがるやつらって大体人の価値観で生きてますからね、自分がほんまにそこが好きで住むんやって言ったら、まあそれはそれでもいいと思いますけど、そうでないような俺らかっこええやろってい う、こう他人の目を意識して住んでる人が多いから。だからね、40階に住んでる人と20階に住んでる人やったら、20階の人が40階のことをこうやって見てるわけですよね。あれも別に20階に住みながら何でもないやんと思ってたら何でもないことなんですよね。でもほとんどの人は気にしてる、気にしてるような人がタワーマンションを買うわけですよね。なんともつまらん価値観ですね、人の目っていうものを気にするというのが。まあね、このその綾子さんのエッセイをいつも読むんですけども、まあそういうね、世間とは同調しないと、物事は自分で考えて判断するんだということが貫かれてるんですね。ご主人の三浦志門さんの文章を僕はあんまり読んだことないですけど、多分同じような感じなんでしょうね。でもそういうね、そういう発想ができてそれを表明してその通りに生きていけるっていうのは、そうそうそんな人いませんよね。まあサラリーマンやってる限りはそれは無理、会社に拘束されてる限り、拘束されてる時間だけはもう絶対無理ですね。だから心ある人はやめろっていうふうに僕は思うんですけど、まあまあそれでええねんって、一生どれでええねんっていう人はもういたらええやそれでと。会社にしがみついてる人いますからね、もうリストラなんか絶対会いたくないっつって、何があってもどんだけ格好悪くても会社にしがみつくというタイプいるでしょ。なんていうか、まあそういう人もね、そういう人がいてこそ組織っていうのは慣れちゃってるのかもしれませんけども、まあつまらん生き方ですねそれもね、ほんまにしょうもないなと思いながら。私の知り合いもね、大きい会社辞めた途端になんか漂流し始めましたね。
会社の何々社の何々ですっていう風な生き方も世間に同調する生き方の一部やと思います。まあその何々社に同調しすぎてるわけですからね。そんなん事業って肩書き取って勝負せえやと思うんですけど、まあ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 100人おったら98人ぐらいにはこれ無理な要求ですね。無理難題が多すぎるって言うた方いましたけど、その通りです。世間に同調せずに生きていくというのは、これは無理難題でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。